県内有数の一軸の産地、川北町では今年の初出荷に向けて生産者らが品質を確認する目合わせ会が開かれました柔らかい食感にさっぱりとした甘さが特徴の川北一軸川北町では11軒の農家がおよそ1ヘクタールの面積で一軸を生産しています。初出荷を前に 今日は品質を確認する目合わせ会が開かれ、7県の生産者が一軸を持ち寄りました。生産者は南加賀農林総合事務所の担当者らの説明を聞きながら、収穫のタイミングや出荷に向けた注意点を共有し、持ち寄った実の色づきや大きさなども確認していきました。今日は赤い実の一軸の糖度を機械で測ったところ、およそ16度と、 例年並みの甘さに仕上がったということです。今年言えば高温とやっぱ雨が少なかった、今ね今の時期雨が少ないっていうのでちょっと管理が大変な時期もあったんですが例年通りのいい一時刻がまあ乾きたらしい一時刻が取れましてはい皆さんに喜んでいただけるものが出来上がったかなと思ってます。そのままかぶりついていただいて一時刻の甘さを体感していただきたいと思っています。 目合わせ会の結果、一軸の初出荷は今月20日に決まりました。翌日の21日から店頭に並ぶということです。JA のみでは11月上旬までに去年よりやや多い4.5トンの出荷を見込んでいます。